よく声かけてくれたなと思います。もし良ければ興味があればぜひ体験の方へ来てください。でも本当まだ本当に現役でやるつもりだったので。今年いくつ？今年36です。でも本当そういう意味ではね、こういう形で浦和に帰ってきたこと嬉しいですし、そこはもう宇賀に感謝してます。家族で浦和に帰ってくることができて。宇賀は1個下だね。1個下です。だから正直よく声かけてくれたなと思いました。もっと言ったら扱いやすい人がいるじゃないですか。扱いやすいじゃん、今からしたらでしょうねそうだよ。でもね、いや、そういう意味で扱いやすいのもあるだろうし、もっと言ったら下の方がね、扱いやすいのは扱いやすいだろうし、ただまあやっぱ店長となるといろいろその現場の責任もあるのでっていうのはあると思うんですけど、よく声かけてくれたなと思いました。ハイアルチェスも多分知らない人多いですよ。ああ。俺もなんだかよくわからなかった。牧野とかのインスタとか、はい、ウアもそうだけど、そうですね。彼らこう走ってるなとか、いろんなその共通のフォロワーがやってるのを見て、はい、してたけど。都内では結構今、やられてる方も多いですよね。那須なんかそこでトレーニングしてるもんね。はい、ちょっと語弊というか、うん、マッキーとか那須さんがすごいやってもらってるので、うん、ちょっとこうアスリート向けなイメージがついて、はいはい、で、うん、であんなに走って追い込んでハーハーなってるから私たちでできるのって結構声をもらってて、アスリート専用でしょ、アスリート専用でしょっていうイメージがすごいあるので、うん、普段から私運動してないんですけどこういうのってできるんですかっていうのもいろいろメッセージもらってて、お最近僕のそのツイッターの方でももう気軽にメッセージください、はい、DM してください、はい、何でもお答えしますので、うんって言ってるんで、さあもうたくさんもらって。どう、やっぱ反響ある？反響はあります。その浦和の、はい、中心街じゃないですか。はい、ね、もうこれが放送ではもうできてますよ。そこで、まあ、やるにあたり、はい、走らなきゃいけないんですかみたいな。そうですね、あんなに走らないといけないのっていうイメージがあるので、本当に歩きでもいいんです。何がいいかっていうと、店長そこは大事ですよ、はい、プレゼンです。まずは、はい、いつものような場所で、うん、アスリートがやってるようなコーチトレーニングできるんですけど、そのコーチトレーニングは何かっていうところじゃないですか。はいはい。で、地上と違う標高 2500m 以上で酸素が少ない、いや山の上だから酸素が少ないっていうか、薄いところで、ね、でやるんですけど、それが何でいいかっていうと、動いた時に酸素を取り組むじゃないですか、はい、その酸素が少ないっていうことは体はそれに順応してだんだん少ない酸素量でも体を動かそうとしてくるんです。いや、どこにでも人間で順応していくので、はいはい、でやればやるほどその分酸素が少なくてもその少ない酸素量で体は動くようになるし、はい、少ない分もっと体を酸素を取り入れようとして酸素の量も増えるし、でそういう意味で心肺機能がだんだんこう上がっていって、でそれは歩きでもいいんです。それが30分やっても地上だとそれが2時間分の効果があって、で普通にその辺を歩くだけでも一人でも嫌な人でも店に行けば30分歩いてもそれが2時間分の効果になると、ね、みんな忙しいですよ、仕事もあって、でそういう忙しい人には特に良くて、ただそれがいいっていうのはアスリートが今一番それを体現してくれてるので、アスリートがやるぐらいいいっていうのを覚えていてほしいです。でアスリートがやるためのものではなくて、アスリートもやるぐらい、はい、本当にそれのまずは一番やっぱ店長助けになればいいですし、ただ歩くだけもつまらないのでその横でサポートもしますし、もちろん話し合いにもなりますしじゃあ例えば我々の世代もっと上の方たちが、はい、女性の方が、じゃあウォーキングすると、はい、ウォーキングは30分ウォーキングします、はい、どこに行くか、今いっぱい動画とか見れるじゃないですか、なので走りながら動画とか見ててもいいですし、やるからには週1ぐらいとかやってほしいので、毎日それでもいいですし、たまには話すのもいいです。ハイアルチェス自体も1回のトレーニングは30分で終わるんです。それ以上やるのは効率的なも含め、逆にそれ以上やりすぎてもよくない、やりすぎてもっていうわけじゃないですけど、1時間やれば4時間だろうっていう問題でもないではないです。そうすると体の方にも相当負荷がかかっているので、すごいその分食欲も出ますし、あと睡眠欲がすごい出てくるんで、
もうその日の夜多分ぐっすり寝れると思います。ぐっすり。ぐっすり。それはやっぱり野田もかなり感じる。感じます。やっぱ疲れますね。まあ、もう店長やるにあたって。だってそのフロアが全部だと。あ、全部です。従業員、他のお店の話なんですけど、半年ただ運動もせずに会社で勤めてるだけで5キロ以上痩せたらしくて、いるだけでも痩せる効果もあるの。痩せる効果もあります。この心肺機能が強くなる、はい、酸素を取り込むだけではないので、やっぱそういう説明もしたいので、もしよければ興味があればぜひ体験の方へ来てください。でもじゃあ宇賀に去年夏ぐらいから声かかる前とかさ、はい、まあ、選手としてこう当然やりたいって気持ちがあった中で、他なんかやりたいなとか漠然と思わなかった。指導者のとこはすごい興味あります。やっぱり自分が今までやってきて何がこう活かせるかなって思った時に、13年やってきて 14、5人ぐらいやっぱりいろんな指導者と出会わせてもらって、やっぱりいろんな引き出しが増えたなと思います。で、時代でサッカーもやっぱ変わるじゃないですか。すごい今こう科学的にもね、トレーニングって変わってきてますし、その中でハイヤルチも生まれたと思うので、指導も興味はあるんだ。じゃあ宇賀のところではどの世代を教えるの？週1でそのアスリートクラスっていう小5、6年生を中心としたプロを目指すような子たちを、はい、サッカーチーム入ってるけど、はい、別でもトレーニングしたいとかっていう子たちだったり。そうですね。で、今年はやっぱまだちょっと入れてもらったばっかりなんで、まあ、僕自身も勉強しながら今まで学んできたところを教えれるところを教えますし、今年はもうサポートの部分が多いと思うんですけど、まあ、いずれは僕が中心としてやれるようにはなりたいとは思いますね。どうぞ来年なんか違うチームからオファーした。それはありがたい話です。まあよくセカンドキャリアって、いやー本当です、言うけど、うん、まあ、みんなそれは必ずあることだからさ、はい、でも本当まだ本当に現役でやるつもりだったので、もっとねまだ感覚ないでしょ、ちょっとオフが長いなぐらいな、うん、いや初めてです、この走らないでいい1、2月、うん、走り込まなくていい、そのために準備をしないでいいっていう、ちょっと開放感あった、開放感ありすぎましたね。で、2月中はそのいや初めてチームもないし職もない、でも店自体も3月から本格的に動き出したので、もう家は2月のニート状態ですよね。そうだね。朝昼、子供の幼稚園の送り迎えしたり。お父さん何でいいのって言われて。言われてはなかったですけど、まだ減少だったので、分かってないんですよね。開放感というかね、やることもない時期も多かったので、食べては寝て、食べては寝ての時期がありましたから、3ヶ月で4、5キロぐらいちょっと増えました、1回。外、はい、走り行こうとかの雪なわけでしょ。雪です、そうなんですよ。街のね、ジムとかあるんですけど、それもコロナの影響で使えなくなって、子供と雪で遊ぶぐらいしかできなかったので、それは物足んないよね。物足んないですね。でも、まあ、今までやっぱ13年やってきたんで、1回休憩でいいかなって1ヶ月ぐらい、うん、だから僕ももしかしたらこう入れて休んでいくんで、結局じゃあやめてから5キロぐらい取ったの。今5キロぐらい増えましたね、1回。でも僕がこれで痩せたら一番いい効果じゃないですか。しかも何もやらずにね、そこにいるだけでね。そうですそうです。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。ああ！どうしてだろう。